海道としてはこのタイムアウト明け、島谷、トラビス、菊池、ブルックス、松下、さあ菊池のスリーポイントショット、いいですね、はい、トラビスに代わってウィリス・ジュニアが入っています。そしてデモン・ブルックス、バスケットカウントエンドワン。日本代表ポイントガード沖田さんから見て、この島谷のこのパスセンス、ポイントガード素晴らしいと思う。小川もいいマークをしている。そして寺園からウィリス・ジュニアのスリーポイントショット、あ、いいシュートですね、はい、いいディフェンスがありました。さあ寺園が今度は打ってくる、決めました、寺園シュート 38.3%。 ウィリス・ジュニアからおっとギャビン・エドワーズ手を出した、関野公平のスリーポイント、北海道もついていきます。中野、ウィリス・ジュニア、ウィリス・ジュニアは最後にいましたが、さあ寺園がジャンプショット、あ、よく決めましたね。今渡辺寺園が3位を出した、自分で行くのか、そのクイックネスを見せた、いかがですか今のプレーは。いや、口には村岸がつく。さあトラビスだ、ミスマッチをついてきた。この一つ下の G リーグでもプレーをし、そして島谷からトラビス、スリーポイントもある、あ、いいですね。タイムアウト宇都宮、菊池からブルックス、フォトゥーとのワンオンワン、バックダウンしてロールターンからツーポイントショット、さあショットブロックがない、ショットブロックがなくなってる、ちょっと決めてきました、はい、よく決めましたね。今度はエドワーズ、おっと北海道のグッドディフェンス。さあここでデモン・ブルックス、ダブルクラッチで決める。ここでしっかり体張って、はい、それによってエドワーズ選手がミスしましたんで、はい、身長差が今準備をしている北海道、さらには中野もこれから投入、トラビスがつないでほしいところ、つないでくれた。今日2本目のスリーポイントです。そして中野です、点数は56対39になっています。あ、いいですね、中野が決めた、はい、中野今日1本目のスリー、前半はスリーポイント成功なりません。中野からここでワイドオープンになった、デモン・ブルックスようやく決めました。寺園のフェイドアウェイのツーポイントショット、よく決めました。最後寺園、希望をつなぐジャンパーを見せました。あのニュービリー選手のカールカットからノーマークでしたからね、はい、寺園がウイングの位置から決める、タイムアウト宇都宮、これ継続してほしいですよね。平均得点 10.6、 2シーズン前の一方北海道、さあ寺園乗っている、ウィリス・ジュニアから自分で行くエンドワン。今の体の当て方含めてどうなんでしょうか。そうですね、もともと非常に安定感のあるシュートですよね。村岸がマークにつく、そこを関野、エンドワン。今マークのところだったんで手が少しかかっていました。そうですね、関野選手もしっかり怒りが強くて非常に高いですよね。トラビスのスリーポイントショート決まります。今日これでトラビスはスリーポイント3本目です。寺園がチェンジオフペースを見せるか、ウィリス・ジュニア今日2本目、まさに田臥の後継者の一人小川、今日はこの能力の高さを第4クォーター間際見せている。さあ時間がない、桜井と田臥の、桜井が打つ、スリーポイントショットは決まりませんでした。ただ2人のワンオンワンがありました。お互いの健闘を称え合うその姿があります。84対67、宇都宮ブレックス、昨日の悔しさを晴らす快勝でした。ただ試合の最後には日本のバスケットファンの心を熱くする桜井と田臥のワンオンワンがありました。